深木モブン使ってる？バッツパピン、はい、ガイシチューです。関です。ミタです。深木モブンね、皆さん僕たち習ったやつなんですけど、実際ネイティブ使ってるのかっていうのを聞いていきます。はい、やっていきます。 Let's get started。で、深木モブン、ちょっと知らない人のために簡単に説明すると、はい、お願いします。はい、知らん？そうだね、あんまり聞かないね。聞かんやろ、うん、多分ネイティブ深木モブンって形で知らんと思うんだけど、例えば相手に、うん、疲れてるでしょって言いたい時に、うんうん、Are you tired? って言い方もあるし、うんうんうん、この深木モブンっていうのは You're tired, aren't you? あみたいな形で、そのいわゆる肯定文で言って、はいはいはい、その否定文をちょっと疑問形にしてこう聞くみたいな。なるほどね、Aren't you? みたいな使うね、うん、で、疲れてないのって言ったら You are not tired, are you? みたいな形で、もし、否定文で言いたい場合は肯定文の疑問形をつけるみたいな。ひっくり返すのね。そうそうそう、はい、これがまあ深木文文ってね、教科書に書いてんだけど、これは実際使ってる？使います。あ、やっぱ使ってる、うんうん、オーケー。俺たち使ったことないからさ。あ、そうなの？知ってるけど、なんか普通に聞いたら早いやん確かに、Are you tired? そう、だからそのなんで使うんかってみたいなのを聞きたいんやけど。なんでね。そうそうそう、確かにいらないって思うかもね。そう、だって普通にね、疑問文使ったらいいし。なるほどね。使う理由は確かめるためだね。おう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 、こう自分が知ってること、今言ったことが正しいかどうかを確かめる、うん、だからまあ日本語で言うと何々だよねとか何々じゃないって感覚かな。なるほどね。なんか疑問形だったらそれをただ聞いてるだけだけど、うん、深疑問するとこう自分になんか答えを持ってそれを確かめてるみたいな。そう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 、まさにそう。あ、その違いか、うん、だから何も無知な状態で聞いたわけじゃないですよ。私はこう思うけど、これでまあ合ってるみたいな。私あなたのこと疲れてると思ってるけどどうなの正直。あ、じゃあさっきのその疲れてるって聞いた時ってさ、まあ、疲れてって知ってるから聞くやん。まあそうだよね。その時は深疑問文の方がちょっと合ってるみたいな感じ。あ、そうなんや。そう、なんか例えばじゃあ私が正規が疲れてるって全く知ってないし、そう思ってない状態で、でもなんか疲れたみたいなこと言ってきたら、え、 Are you tired? みたいな。まあ確かに、なんで疲れてんの知らんからね。そうそう、だからそういう時は普通の疑問文で OK、うん、で、その見てその疲れてそうだって分かってる時はさっき言った通りに深疑問文ね。そうそうそう、 You are tired, aren't you? とか、そう、疲れてんだよねみたいなって言うんだ。合ってるみたいな。いいね、めちゃめちゃ使い分けが明確になる。そうだね、はい、ちょっともう一個ぐらい文を教えてほしいんだけど、うん、あ、じゃあもう一個例文いくと、はい、じゃあここに私の水筒があります、はい、で、正義がじゃあこれ私の飲んじゃった。飲んだ、気持ち悪っ。こっちは気持ち悪いわ。さ、そうね、俺気持ち悪い、それやったらやれへんで。そう、で私が、うん、You knew it was mine, didn't you? おって言います。おそしたら、私のってこれ知ってたでしょ。なるほどね。の、まあ、でしょが深いもんね。いや気持ち悪いな、そんな勝手に飲むのは。俺やったら聞いてかんのも。いや結局飲んでんじゃん気持ち悪いね気持ち悪いね。ということで、うん、そう、今のは正規が私のだってこれ知ってるってこと、うん、私は分かってる、はいはいはい、合ってるでしょ。確信をある程度持ってて、それ確かめてるってことだよね。そう、まあ、分かりやすいね、うん、その違いで言うと。そうだね、はい、まあ、だからここでさ、普通の疑問文の、うん、Did you know it was mine? って言ったら、うん、これ私のって知ってた？って聞くから、私責めてる感があんまないよね。はいはいはい、単純に俺がこれをみっちゃんのって分かんないと思ってるってことだよね。そうそう、って聞いてるっていう。だから間違えちゃったのかみたいな。いや、ちょっとだからまだ俺は嘘つく、その隙はあるってことだよね。隙はあるねいや知らんかったですそうそうそうごめんなさい、喉乾いてたって。はい、飲まへんよこれ実は言い方によって意味が変わってきます。え、2つあります。深疑問文で。そう、深疑問文。そう、おうおう、イントネーションの違いなんだけど、語尾を上げるか下げるかで、下げるかで、で、うん、ニュアンスというか伝わる思いが変わってきます。面白いね、うん、それ教えてよ。じゃあ教えます、うん、1つ目は語尾を下げるときね。下げる、うん、どんな感じで。 Aren't you? Aren't you? Isn't it? Isn't it? Don't youDon't you? みたいな感じね。あ、なんかイギリスの映画で聞いたことあるわ。あ、ほんと？うん、イギリス人使ってそう、なんかこれ。Maybe。Maybe。はいはいはい。これ意味としては、同意を求めないでしょ。はい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 。もう決めつけてるみたいな感じ。決めつけてる、そう。じゃあ強めなんや。結構強めで、例えば例文でいきますね。うん、はい。じゃあ、清潔ってやっぱり頭いいんだよ、ほんとね。賢いので。そう、はい。それを表すフレーズとして、はい、You're genius, aren't you? おって言ったら、うん、そう、aren't you? 下げてるから、うん、あなたはジーニアス、天才だよ、でしょ。おー、いいね。そう、もう天才が何もないでしょ、みたいな、もうなんだろう、気持ちを込めて。気持ちよくなる言葉ね。そうだね。よかったよかった。ありがとうございます。例えば、その、なんか、海外ドラマとかでよくある、私綺麗だよね。ある？
分からんけど、それちょっと経験な人多いやん。決めつけ可愛いよねみたいな。これもでもそうやろ。まあ、使えるね、はいはい、これ英語で言うとどんな感じなの。英語で言うと、うん、I'm cute, aren't I? Aren't I? Aren't I? まあ、正しくは、うん、Am I not? なんだけど、日常会話ではもう砕けて Aren't I? あ、そうなんだ。 I am なのに Aren't になるの。そう。これカジュアルな使い方。カジュアルな使い方、Aren't I? Aren't I? いいね。 I'm so pretty, aren't I? はい、なんか言ってぞ。言ってろ。やだやだやだ。はい、これがその決めつけのイントロ下がるバージョン。下がるバージョンです、はいはい、次はその上がるバージョンがあるってこと。そう、上がるバージョンがある。これはどういう意味の。上がる場合は答えが欲しいとき、はいはい、まあ、そもそもまず確信度が低いから決めつけではなく、何々だよね、違うみたいな。はいはいはい、ある程度答えはあるけどそれをちょっと確かめたいみたいな気持ちも入ってるって。そう、まあ、ちょっと質問チックだね、だいぶ。なるほどね。じゃあなんか例文ある。例文はじゃあ、うん、You haven't been to Okinawa, have you? おー。Have you? どういう意味？これは沖縄行ったことないよね。え、あるっけ？あーいいね。もうちょっと上がってるね。Have you? Have you? Have you? 歌手みたいな。歌手みたいなね。こうフラッ、なんていうこれ？ビブラート？わかんない。ビブラート？これじゃない。Have you? みたいな。このしゃくりっていうかな。しゃくり？まあいいやいやいや。ちょっと教えてください。はい、で、意味としては、うん、その僕が沖縄行ってないと、うん、まあなんとなく思ってて、うん、ただ。うんうんうん、めちゃくちゃそれが確信してるか分かんないから聞いてくれたみたいな感じ、うん、そう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 、はいはい、これちょっと使いやすいよね一番。確かにそうだもん。最近そのマッチングアプリとか流行ってるやん。あ、はい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 、あのなんとかとかね、忘れてた。はい、それでこうマッチングして、うん、こう初めてちょっとやり取りちょっとして会いに行くって時に、うんうん、やっぱりこう画像でしか知らんから、はいはいはい、見た時にこうちょっと遠目から見て歩いていってこう、そう話とかなっつって、みっちゃんですかみたいな。あるね。これもこの意味やろ。そうです、まさにそう、うん、You are みっちゃん Are you?まさにそう。Aren't you? ちょっとまあ画像と同じやけどね、初めてやし一応言ってみた。一応ね。あ、これでも一番使えそう。使えるね、うん、そうだね。ちなみにこれ、うん、Right ってあるやん。Right、 よく海外ドラマで行くこう You are Mitchell, right? みたいな。確かに、ね、めちゃめちゃ聞くやつ、はい、でもあれもさ深疑問文的な言い方やん。それ違いは。違いは確信度が違うね。確信度。そう、その答えを持っているその確信度が。そうそうそう。で、例えばじゃあ度合いで言うとほぼほぼ 100% です。ほうほう。ライトが。ライトが。そう。あ、ライトが一番上なんや。そう、もう高くてほぼ決めつけ状態。あ、そうなんや。これでしょみたいな。はいはいはい。で、比べると最初に言った語尾が下がる方、 Aren't you?結構決めつけの方ね。そうそう、こっちはまあ言ったら 80% ぐらい。 80% ぐらいのこれで。ほうほう、まあだいぶ高いね、でも確信度。はいはい。で、2個目の Aren't you? ってこう語尾が上がる方はまあ 60% ぐらいかな。あ、じゃあそういうこういう感じなんだ。 Right が一番上。そう。だから I am beautiful, right? って言ってると結構やばいやつみたいな。うん、もう自分が綺麗なの確信していて、まあ一応でもまあ聞くみたいな。まあでも聞くっていうかもう、まあ決めつけの上やからほんもう事実みたいな。そういうこと別に知ってるよねみたいな。そう、まあ綺麗なんだけどみたいな、肯定文も終わりみたいな感じ。深疑問より上やるもんな。そう、かなりめっちゃ強いな。すごい痛い人みたいな。え、痛くいいじゃん、自信家で。あ、いいんだ、なんかこう鼻につく感じではないんだ。 I'm beautiful, right? うん、まあつくけど。つくんだい。俺がじゃあ I'm cool, right? って言ったら気持ち悪いやろ。うん、うざい。印象、だからうざくなるやん。関係性大事にしなあかんから。まあ確かにそこは気をつけてください。はい、これでもちなみにその right ってなんかちょっとカジュアルっぽく聞こえんねんけど。おー、うん、合ってます合ってます。合ってる。うん、じゃあその確信の 100% やけど、うんうん、仕事とかそのオフィシャルの時に使いたい場合は right、うんうん、あんまり使われへんことやろ。そうだね、確かに仕事の場ってこうできるだけ丁寧に見せたいじゃん、自分を。うん、もちろん、まあ、ちゃんとこうかしこまっている。はいはいはい。その場でだからその決めつけ的なライトを使っちゃうと強く受け取られちゃう場合があるから、確信度は高いけど、ね、ほぼ 100% だけどランクを一番下まで下げて確信度 60% ぐらいで聞いてますっていう雰囲気を出します。あ、じゃあ Aren't you? みたいな。そうそう、Aren't you? とか 60% ぐらいのやつを使うんだ。そう、使う。じゃあ実際の例に表すと、例えばその仕事でこうちょっと上司とか、うんうん、どれでもいいかミスをして、うん、そのミスをもう 100% この人ミスしたと確信してると、はいはいはい、でそれを伝えた時にあれはお前やろみたいなって言うとその関係性悪くなるやん。 It was you, right? そうそうそう、うん、日本語でも、はいはいはい、だからあえてあなたミスしたかなみたいな、うんうんうん、言うやん。あなたかなみたいな。あなたかなみたいな。日本語でも 100% でも 60% ぐらいの確信度で喋るやん。そうだね。それと同じ感覚。そんな感覚まさに。あ、だから It was you, wasn't it?あー、なるほどね。ちょっとこうまだ分かんないけどあなたかなみたいなね雰囲気が伝わるね。確かにビジネスにおいてはもう何深疑問のその
上がったやつ、うん、しかもほぼ使えへんか、まあ、場合によるもちろん、うん、だから関係性にもよるよね。だからストレートに言い合える人とか行った方がいい場面だったらもちろんストレートに行った方がいいけど、うんうん、まあ、ちょっとそういう微妙な関係の人とか、まあ、ちょっと下から行きたいなみたいな場合は今の文章上げる方を使った方がいいと思う。まあ一番丁寧に聞く、柔らかく聞こえるから。そうだね、柔らかく聞こえる。ああ面白いねこれは。はい、ちょっとでもややこしかったんで、分からないことあったらコメントを聞いてください。はい、ここで問題、うん、今から言う英語文のイントネーションがどっちか当ててコメント欄待ってください。2ついきます。はい、1つ目、うん、You know Seiki, don't you? おー、2つ目、お It's a beautiful day, isn't it? おい、だから丸1下がってるか上がってるか、丸2下がってるか上がってるかを答えてください。はい、待ってます。今回ちょっとややこしかったんで、分からないことあったらコメント欄までお待ちしてます。チャンネル登録もお願いします。Alright, this is it for today. Thank you for watching our video. We'll see you tomorrow. Bye for now. ここで問題。今から言う日本語文じゃなくて英文だ。今から。